えへへ。およんよ。完全にダメな酔い方。違うよ。正気だ。またまであの夏ボイス送ってきたんなら、もっとやばいよ。飲んだのはいいけど、昨日のこと覚えてる？昨日？そりゃあ、写真だってあるし。へえ、じゃあ教えてもらおうか。ああ。全然記憶ガタガタだな。まあ、美味しかったのは確実だし、写真見たら思い出すでしょ。あおい。そうそう。行ったのは、ウミンチュヌヤマンチュヌ。沖縄居酒屋。飲みほつけたから、ビールや泡盛り。250種類が実質無料。それは違くない？北の大地で飲むオリオンは格別だったよ。で、お通しは、もやしナムル。いや、パパイヤじゃない。なんで疑問系なの？実はもう、5杯目なんだよね。気持ちよくなってきたところで定番。ゴーヤはもちろんだけど、クルマフのチャンプルーが、もちもち食感でお気に入り。うん、見切れてんのは、泡盛、琉球グラスも可愛いよね。で、右のはポチギ、ピリ辛のソーセージでね、ビールとの相性抜群。あとこれも、ヒラヤーチーっていう、沖縄風お好みなんだけど、紅生姜のアクセントでさっぱり。いや、何この写真。机接写しちゃうくらいには、正気じゃない。そうそう、ラフテーも食べたよ。甘めの味付け、とろける油が泡盛とよく合うんだよね。あと、豆腐はデザートみたいで、甘くて濃厚だった。他にも、グルテン、差し盛り、締めに沖縄そば。泡盛も3杯くらい追加したけど、銘柄残ってない。あ、へえ。散々飲んだのに、帰ってもなんだ。最北の大地で感じる、南国の味覚。テーブル席は要予約。カウンター1名なら、当日予約なしでも大丈夫。一人飲みからワイガヤまで広く使えて、雰囲気からして沖縄感たっぷりの楽しいお店だったよ。最後に宣伝だけ。いいね、マイリス、ツイッターのフォローお願い。今回のいいねは、最終的な飲み代だよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。